はいどうも、かがやんです。本日紹介するのは、こちらだ。V ジャンプ30周年アニバーサリーの SH フィギュアーツ15年アニバーサリー、ドラゴンボールスーパーのスーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人の海洋拳バージョンの孫悟空ですね。こちらの商品は V ジャンプを購入したら、応募者全員サービスっていうフィギュアーツで、パッケージが豊太郎先生のイラストになってるのかな。で、これを取ると、いつもの通常の SH フィギュアーツのパッケージに変わって、スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空の海洋拳バージョンということで、頭髪がクリアに、海洋拳バージョンなんで、ボディ全体にちょっと赤みがかった状態の、では、開けていきたいと思います。はい、中身はこんな感じで、本体とハンドパーツと、交換用の表情パーツ3つになりますね。こちら本体が6600円で、まあ悟空関係は安いんですけど、実際は V ジャンプを買わないと応募できないので、プラス660円プラス、6600円プラス送料になるので、まあ、実質8000円ぐらいするのかな、単品で結局のところ。で、足もこれで全部か。はい、本体はこんな感じで、頭髪がクリアブルーですね。で、横がこんな感じで、後ろも陰影がかってるように見えるけど、そうでもないのかな。で、ボディ全体が少しラメがかったパール塗装というか、パールじゃないね、これなんて言ったらいいんだろう、この赤みがかった。肌の質感もいつもの透明な、あ、透明じゃない、いつもの肌色って感じじゃなくて、やっぱ少し赤みがかってますね。で、胴着もこんな感じで赤みがかってますね。で、足の裏、表情パーツはこちら一つ。で、叫び顔の表情パーツ、食いしばりの表情パーツになります。で、まずはすだちの状態。そして表情パーツの交換はいつものように前髪を外してからの、こちらがニヤリ顔に交換した表情パーツになります。そしてこちらが叫び顔バージョンに交換した表情パーツになります。そしてこちらが食いしばりバージョンの表情に交換した状態です。そしてこちらがハンドパーツの開き手に交換したバージョンになります。はい、そしてこちらがニヤリ顔にハンドパーツを構えの状態に付け替えるとこんな感じになります。パッケージにもある構えの状態ですね。
叫び顔バージョンの表情に交換してスタンドを使ってディスプレイさせるとこんな感じになります。はい、そしてこちらの豊太郎先生のパッケージをカメハメハで再現するとこんな感じですね。まあでも通常の孫悟空持ってれば今更って感じなんですけど、まあこんな感じでカメハメハのポーズを取ることも可能です。まあ、今回言ってみれば色替えバージョンみたいなもんなんで、稼働がこんだけみたいなとか動画撮ってないんですけど、まあその辺は他の人の動画見てもらえばいいと思います。はい、まあそんな感じで、まあちょこちょこポーズ撮ってったんですけど、下半身が最近出たスーパーサイジンフルパワーの悟空に、上半身が兆しかな、身勝手系のやつの、兆しとかあの辺のやつの、で、頭部がスーパーサイヤ人5とか。で、もういろいろこう、リミックスされた感じで、いろんなバリエーションできちゃいそうな感じなんですけど、とにかく海洋犬バージョンってことで、この赤みかかってんのがかっこいいですよね。海洋犬バージョンも持ってるんだけど、通常の悟空の。まだ開けてなくて、同じような赤みなのか、ちょっとわかんないんだけど、まあ最近のシリーズのこのドラゴンボール、顔も結構かっこいいし、可動もいいんで、で、こうダメージバージョンの表現された胴体なんかも出てきてるんで、結構ディスプレイして対戦させたり飾ったりするにはもう本当に面白いなって、ね、可動域のどうしてもなんか変なところが固定フィギュアにはどうしてもちょっと見劣りしちゃうところはあるんだけど、まあいろんなポーズを自分でつけさせて飾るっていう分には全然面白いかなって思いますね。あとは何よりこのパッケージがもうこの限定版っていう感じで、今度は僕は2月だったかな ?3 月だったかな、プレミアムバンダイの方で、身勝手の極みの再販じゃないけど、豊太郎先生バージョンのが、前回予約されてたので、僕もこれ予約してあるんですけど、まぁ、こんな感じで、また頭部が入れ替わったような悟空が出てくるのかな。若干、リメイクもされてんのかな、前回の身勝手の極みから。ちょっとその辺はまた分かんないんだけど、まあその辺も楽しみだなってところで、これで V ジャンプ限定の応募者全員サービスか、応募者全員サービスの SH フィギュアーツの、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人悟空の孫悟空の海洋犬バージョンの紹介を終わりにしたいと思います。ちょっと長いんだよねタイトル。で、この豊太郎先生バージョンのさっき言ったように、この V ジャンプ限定バージョンのと、プレミアムバンダイで今度発売される身勝手の極みの豊太郎先生バージョンがまた出るので、またその辺も発売してレビューできたらしていきたいと思います。それでは僕の動画が良ければ評価、コメント、チャンネル登録などお願いします。他にも SH フィギュアーツドラゴンボールの、2024年の再販情報的なまとめ的なやつも出してるので、まあ、よかったらその辺も見てみてください。それではさようなら。